おはようございます。速稼塾の久保です。今日は4月21日、時間にして朝4時34分なんですけども、いやこのね12時間っていうのはかなりね面白いねドル円のチャートの動きをしました。非常に学びのあるところと、私はロスカットは食らったんですけども、でもねやっぱりね負けたからこそ学ぶものっていうのがあって、この敗北をですね次に生かさなくてはいけないかなと思います。同時にロスカットラインを引いてますので、やっぱりね損失は最小限に抑えられているわけですよ。と同時に大きな反省材料を得ましたので、その辺について時系列で追ってお話していきたいと思います。ではこちらの1時間軸をどうぞ。はい、1時間軸になりますけども、これ4月20日の9時30分の分析です。上昇トレンド中の陰線下髭解説と書いてますよね。ここを指していただきます。全体的にはこの1時間軸上昇トレンドであることはもう以前からお話している通り間違いありません。でもその上昇トレンドの最中に陰線が出て、しかも下髭を出すのはどういうことかっていうのを今回はお伝えしていこうかと思います。それはですね、上昇トレンド中の下降では大きな利確が起きてるんですよ。利確がね、じゃあどこで利確したかっていうと、おそらくこのブレイクアウトで利確した方が多かったんじゃないかなと思いますね。129円ないし130円の直前で利確して、まずは自分の半値決済なり前値決済をして、また新たなポジションをここで立てようと思った方が多かったんじゃないかなかと思うんですよね。まあ正確に言うとそういう人が多かったというよりも、少数の方が多額のロットをここで一部決済したんではなかろうかって見るのが、まあいつものパターンですよね。まあですんで大きく下に行ったんですけども、じゃあ下がったのをいいことにね、おしめだと思って新規の買い注文が入ったところでヒゲが出ているってことなんですよ。まとめればですね、上昇トレンド中に陰線で下ヒゲが出たらエントリーしろっていうサインです。よろしいですかね。で結果そっからここまで伸びてるわけなんですよね。129円の224です。下髭が出たところをゾーンで示すとちょっと分かりにくくなりましたけども、ここですよ。一番そこで入れた人は127円の805ね。一番髭の伸びきったところ、実体で入れたにしても128円の030で入れましたんで、1円以上の利益が軒並み取れているってことなんですよね。上昇トレンド中の陰線下髭で入れた方は、このゾーンの中で入れた方は1円以上の利益、このゾーンを抜けた後に入った方でも1円前後の利益が取れているっていうのがこの間で起きていることです。よろしいですか。次の時間軸進みますよ。はい、じゃあ9時30分から時間を経ること、午後になりました。午後の2時です。そうなるとね、ここでもう一発上に上がりそうなサインが出ているんですが、でも残念ながら下落してるんですよね。これもだから上昇トレンド中の下髭なのかなと、さっきと同じ理屈で買いを入れるととんでもない目に遭うってことなんですよ。で私はとんでもない目に遭いました。ここでね、ロスカットラインを大胆にもね、この下髭のだいぶ下127円の805の切り板に設けて買いでエントリーしたところ、一瞬は上がったんですけどね、私はここを突き抜けると思っていた。少なくともここに行くまでに決済しようと思ったんですけども、そんなことはない、ガクンと落ちてしまったんですよね。それが次の図です。現在4時の図なんですけども、こうなっちゃいましたね。ここにロスカットラインを入れて、ここら辺にテイクプロフィットを設定してエントリーしたわけなんですけども、ここまでは良かったんですが、そのまま放置して出かけた時、帰ってきてみるとロスカットを食らって、しかも今値動きっていうのはこの辺りにいるわけですよ。さあこれが私の結果です。朝4時ロスカットでバイがストップ。どういうことかっていうと、一方的なバイはここで考え直さなくてはいけないなと、はい、新展開が来たんではないかなというふうに私考えてますね。ただ新展開って言ってもね、通常これだけの高値圏を目指した行き切ったバイの流れっていうのは、上昇トレンドっていうのは通常ダブルトップなりトリプルトップ、ヘッドアンドショルダーによって切り替わるはずなんですよ。テクニカルで私やってますからね。でも今回はそのどれもに当たってないんですよ。ヘッドアンドショルダーも見えないし、ダブルトップにもなってないし、ただ頂点 V の字を逆さにしたような形で、 V の字をね逆さにしたような形でこういう風になっちゃったんですよ。通常はダブルトップを描くんですけどもね、
だからここから考えられるのは、ここから上昇したにしてもダブルトップの可能性があるよと、大きく下に下がる可能性があるよ、高値圏のダブルトップですからね、テクニカルですよ。だからちょっとね、ここでねロスカットも食らったことですし、様子を見ていこうかなと思います。場合によってはもう今週取引しませんね、もう木曜でしょ、木金しかないわけですよ。で今週も十分勝ちました。ですんでここでエントリーして負ける可能性があるね勝負をするよりも、冷静に見て来週の戦略をじっくり練った方がいいなと思ってます。これがどういうことかというと、週あたりで勝ち越しは最低限私は守りたいわけですよ。で週の前半では一方的な右肩上がりだったんで勝ちまくれたわけですよ、ね、この水曜日のエントリーに関しては勝てなかったんで、今日木曜日を迎えるに至って今までの勝ち金の一部を損失しただけなんですよね。だからこのまま勝ち残ることは十分できるわけですよ。でもここでこういうふうにね、これからまあ右肩下がりになっていくかもしれない、上がるにしてもダブルトップを描いて下に行くかもしれないっていうことが分かっているときに、テクニカル的に予見できているときに、今の時点で新しいポジションを立てるメリットはほとんどないというふうに考えます。当然セルにポジションを取るなんてことも考えられませんよ、はい、これがですね、これがテクニカルのいいところなんですよ。テクニカル理論にはまってないからポジションを持たない、簡単でしょ今まではテクニカルのまんま右肩上がりのトレンドだったんで全然これバイに入れたわけですよ。でもロスカットを食らってダブルトップにも見えない、ヘッド&ショルダーにも見えない、でも高値圏で確実にバイ一辺倒の動きは止まってしまったね。130円まで行くと思ったけども130円まで行かなかったんですよ。ここに来て小刻みに利確しましょうっていう例の言葉が思い出されるわけですよね。小刻みに利確しましょうって言ったあの勘は正しかったわけなんですよ。勘っていうのは山勘じゃないんですよ。今までの様々な経験とチャート図、テクニカル分析を用いたのが一瞬にして湧き上がってきて、慎重になれよというサインを私に送ってくれたんですよね。それがちょっとずれましたけども、あ、やっぱりそうだったんだなと思いました。ですんで小刻みに利確された方ね、火曜日に小刻みに利確だよって私放送して、水曜日に小刻みに利確した方は私以上にロスカットの幅は少なかったはずなんですよ。だから損失を防げたはずなんですよね。私の場合はあれ小刻みに利確ってたけど大丈夫じゃないのみたいな感じでね、130円までを見てしまったかなというところでございます。しかも下ヒゲでもう一回エントリーアスケル吹かしたらその通り伸びていったんでね、青いあの下ヒゲで、でもう一発この下ヒゲでいけるだろうと踏んだのが運の好きだったですよね。 N を描くんじゃなくてそのまんま下ヒゲをこうカットしてですね、下の方にさらに進んでいってしまった、うん、直前で下ヒゲの上昇中の陰線に、自信を持った挙句もう一回やってみたら今度はうまくいかなかったってことですよね、はい、今回の動画いかがだったでしょうか。かなり重要なことを話しましたからね。上昇中の陰線の下ヒゲ、これをテーマにお話しました。成功例と失敗例、成功した時はまだ上昇トレンドが継続するのかなと思っていたんですけども、もう一回やってみたらそうではなかった、ここをどう捉えるかなんですよ。私はこれからダブルトップがあり得るんじゃないかなと思いまして、ちょっと様子を見ようかと思います。あとはまたテクニカルのチャート図が完成するまではまあ見ていこうかなと思います。そのための木曜日金曜日でございます。以上です。ありがとうございました。はい、おはようございます。ストッカ塾の久保でございます。今日は4月22日、時間にして5時11分なんですが、ちょっとね、月足の方を今見てるんですよ。急速な円安が進みました。まあ人によっては悪い円安というふうな言い方もしますけども、なんで円安が起きるのかってことはね、様々なメカニズムが合致してそうなるんですよ。まあ主には、まあアメリカをはじめとする世界の需要がかなり増してるんですよね。要するに人々が動き始めていろんなものを買ったりサービスを受けたり旅をしたり、まあ移動してるわけなんですよ。まあその中で例えば車も売れてます。しかしですね、製造物流ってのがまだそんなに機能してないんですよ、世界でね。まだ船便とか航空便ってのは以前のように動いてませんし、まあ今回のロシアとウクライナの関係でですね、まあ経済制裁ってのも行われてるじゃないですか。まあつまりは物がたくさん欲しいんだけども
物があんまり手に入らないっていう状態が起きてるんですよ。それがインフレを加速してるんですよね。食品をはじめとしてエネルギーもそうですし、様々な物やサービスが従前に世の中に行き渡ってないのに、多くの人は活動を再開して欲しい欲しいという状態になってます。だから世界では利上げが起きてるわけですよね。まあその利上げに対して日本は追いついていないんですよ。まだあんまり物が売れてたりとか生産が活発になったりっていう風になってませんので、かなり遅れてるんですよね。まあ一部では給付金みたいなこともありますけども、実は給付金のデメリットとして何も生産してないのにお金だけ配られちゃうっていうことで、これあんまりねいいバランスが保ててないんですよね。まあそういうこともあって今回の円安っていうのは進んでるんですけども、まあずっとねこの FX を見てきた私から見ると、じゃあドル円が128円ってそんなにアンバランスなことなのかなって思うわけなんですよ。というところでね、20年ほど時計を巻き戻して月足を見ていますよ。2002年です。この時実はこの一番価格の高いところね、ここ見てください。ここなんと134円なんですよ。ですんで128円の現在よりもまだ円が安かった時代が20年前です。この後、まあ IT がかなり広まってきて、なぜか円高に触れていくんですよね。そして、こういう風な形をとってですね、見てください、ここ。77円とかになってるんですよ。すごい円高でしょ?ね。民主党政権時代です。そしてそこから、アベノミクスなりなんなりで回復してきて、今に至るという形なんですよ。まあですんで、この円安ってのは、あまりにも円高だった時代から、まあ日本人が、我々がね、望んで持ってきたところもあるわけなんですよ。それが振りをつけて、128円になってしまいまして、そこにですね、外的要因が絡んできて、我々国内の実績ではなくて、円安が進んだのに、まあ悪い円安って言い方してるんですよね。さあそうなると、今後ですけども、130円。これはまあ、もうちょっとで行きそうですけども、135円に行くのかっていうと、この図を見ると20年ぶりに今年は135円こちらの方に迫るんではないかなと思いながら私見てますからね。はい、それでは月足の方に移動していきます。相変わらずですけども垂直に近い急速な円安です。私がバイを進めたのがここだったんですけども、以来ずっとバイ以外のことは言ってません。ということは全員勝ってるはずなんですよ、ね。まあ、しかしそううまくいかないのが現実なんですね。はい、日足に行ってみますと、こういう風にね、おやもう終わったのかなと思わせるところがたまに出てきます。ちなみにここは私はヘッド&ショルダーが始まったと思って皆さんにもお伝えしたんですけども、ヘッド&ショルダーにならずに新しい展開としてバイが押し目を作ってまたバイになったというところでした。それと同じようなね、この N 字を書いたようなところが今回も作られるんではないかなと思いながら見てるんですけども、さあでは4時間を見てみましょう。4時間、以前のこちらね、ヘッド&ショルダーですよ。これヘッド&ショルダーが高値圏で出ましたけども、ここがまだ高値圏ではなかったんですよね。まだまだ高値圏というのが存在したわけですよ。まあ当時はそんなことも分からずにヘッド&ショルダーが来るかもと構えたんですけども、逆にこれがね押し目になってね、さらに継続して上昇する形をとっていました。その中でも小刻みな下げってのはたまに起きてきたんですけどもね、これはだから全部押し目になったということでございます。そして今なんですけども、ここと同じようにね伸びてきたのがちょっと足踏みしたでしょ。だからこれが N 字を書いてさらなる高み135円の方を目指すのかどうかってことになってきますけども、さあそこを見ておかなければなりません。以前の矢印のところと同じようなことがここでも起きるのかなってところが今争点になってるんですよ。さあそれで1時間見ていきます。同じではないんだけども、なんと横ばいに入ってるわけですよね。だんだん横ばいですよ。こんな感じの横ばい、こんな感じの横ばい、こうとも言ってもいいかな、まあなんせ横ばいで収束に向かってるわけですよ。
収束の後は分かりますよね。レンジと同じようにブレイクが待っているってことになります。このブレイクが上昇方面に抜けると私は現時点では踏んでますので、正確にはね、来週の相場解説を待っていただきたいんですけども、昨日一日休んだおかげ、そして今日も一日休むつもりで見ていたところ、こういう風な図が見えてきたってことになります。で、過去まで遡ってね、2002年までを見てきましたけども、この20年で134円オーバーから一時期77円まで触れてですね、そして現在128円に戻ってきたってことなんですよ。ですんで、大きな枠組みで言えば、あの頃に戻ったねって感じなんですよね。じゃあ、来週からの相場展望ですけども、まあ私は今年中に135円はクリアするかなと思いますので、もともとね、115円あたりから一方的な売が始まるよってことを申し上げました。あれがね、2ヶ月ぐらい前だったでしょ。ファンダメンタルがきついんで、もうこれからは、相場解説がテクニカルできませんって言って2週間ちょっと休みましたけども、その後でバイ&バイ&バイということで一方的にバイばっかり仕掛けてきて今日に至るわけですけども、もうすでにね、この4月が終わるまでに利益で1000万円以上超えるのは私の方はもう決まってます。で、こっからね、そのとどめになるんですけども、結構大きなロットで、それこそ今年中の勝ちを全部放り込むつもりでですね、ちょっと135円を狙ってみようかと思います。ダメで今年の1月の水準に戻るだけ、私の口座状況はね。うまくいけば5月終わるまでになんと2000万を突破することができるんではなかろうかと思いますね。そのぐらいのちょっと勝負がかけれると思ってます。はい、じゃあ長くなりました。以上になりますけども、これからの展望ですけども、引き続きバイの方で仕込んでいこうかと思います。水木にかけてね、ロスカットを食らって一旦ポジションを外したんですけども、木金でこうやってしっかりと相場を見ることによって、正確には来週からの相場解説をね、待っていただきたいんですけども、今の時点では135円を目指すバイを入れるところを待っているっていうところでございます。では本日は以上です。おはようございます。4月18日月曜日でございます。まあ今日の相場解説なんですけども、もうずっとですね、右肩上がりだったじゃないですか。で、今週も特にエントリーするんだったらバイでいいと思うんですよ。よくこういう時にね、ずっと右肩上がりできたから、そろそろまあ反転するんじゃないの、そろそろこの伸びは終わるんじゃないのっていう風に不安に駆られてね、ちょっとエントリー控える方がいると思いますけども、私の方針ではロスカットを食らうまではトレンドについていきましょうってことなんですよ。出なければ利益を最大化できないんですよ。で、ロスカットは経費ですから。だからロスカットが起きるまでトレンドについていって、一方的に儲ければいいと思うんですよね。それで、だいたい4対6は守れると思います。じゃあ今日もですね、週足の方から解説していきます。はい。週足なんですけども、いかがですか？バイデン大統領に代わって、バイ一辺倒だというふうに、冗談みたいに話していきましたけども、まさに、バイで言ったら、ずっとあれでしょ？日本円って安くなってでしょ？で、ここで、まあ、例のウクライナ侵攻が起きましたんでね。一時期はファンダメンタルでお休みしましたけども、その後ずっと、バイ一辺倒で大きく利益を取っていきました。それこそ、100万以上の利益取られてるんじゃないですか？これがまあ、週足です。で、ロスカットを食らうまで、このまんま、右肩上がりというふうに見ていけば結構です。ここをね、勝手に、そろそろこれで落ちていくんじゃないのっていうふうに勝手な予測をしないことなんですよ。テクニカルっていうのはあくまでも今までの形でこれからの形を予測する方法ですからね。だから、陽線が3本以上続けてたら、そっから後もずっと倍ですよ。それ以外はありません。はい、じゃあ、次。週足の次は日足です。日足を見ていっても、結局あれでしょ？右肩上がりでしょ？で、ここで一旦、押し目を作った形になって、こちらの実体も髭先も抜けて、126円の半ばまで進んできましたよね。結局、これも、変わり目ではあったんですけども、新しく、倍に向かうための変わり目なんですよね。だから新しいフェーズに入ったのは新しいフェーズに入ったんですけども、方向性は相変わらず右肩上がりということでございました。この辺も解説しましたよね。そしてヒゲ解説も繰り返しさせていただきましたので、ヒゲについてもいろいろと頭に入ったんじゃないですか。
はい、次4時間です。4時間も右肩上がりですけども、右肩上がりのペースが緩やかになっていってるっていうのは見ておかなくちゃいけないところですよね。ただ緩やかになっていっても相変わらず右肩上がりなんで、エントリーをするならバイでよろしいかと思います。じゃあ1時間です。1時間私たちがエントリーしたりロスカットを受けたり、それからテイクプロフィットをする重要な局面になりますけども、ここで前回お話したことと方針は変わりません。一つは下底がここ、上底がこのヒゲ先ということですね。で線を引きますけども、この間のレンジをとりあえず設定しましょうということになりました。レンジの設定幅ですけども、下がですね126円の230です。で上がですね126円の675です。この間で今レンジを作りました。ですんでこのレンジは40ピップスぐらいしかないですから、非常に狭いレンジになってますんで、ブレイクアウトだけを狙う、まあ、そんなトレード方法を今週は採用していこうと思います。それ以上に語ることはありませんので、以上で今日の相場解説を終わっていきますね。18日レンジ、はい、これでよろしいかと思います。はい、じゃあ今日はこんなところでまとめていきましょうか。まあ、勝手な予測を入れないことですよね。いつもテクニカルに忠実にやればいいと思います。私たちはテクニカルを自分の考えを入れずに、どれだけ忠実に再現できるかによって勝率を高めていきますんで。だからオリジナルの考えを入れない方がいいです。テクニカルを忠実に再現するためだけに、テクニカルの修行に励んでいきましょう。ね。武術っていうかね、武道の方っていうのも、教わった通りに突きを出したりとかね、教わった通りに引く。これをどれだけ正確にできるか、鏡に映ったようにですよ。師匠の分身と同じように動けるかによって、その強さってのが伝承できたりできなかったりするんですよ。ですんで、勝手に自分の型を入れてみたりとかね、他の流派を融合させてみたりっていう邪道に入りますんで、まずは周針の種をしっかりと守ることによって一人前になっていきましょうということでございました。FX も周針の種、守ることによって、テクニカルを正確に守ることによって、まあテクニカルの使い手になれます。私の考えについてくるっていうよりも、私が表現しているテクニカルのレベルについてくれば OK ですからね。私は常に忠実にテクニカルを表現しているだけでございますので。以上です。ありがとうございました。おはようございます。今日は4月19日火曜日でございます。時間はね、4時18分なんですけども、もうお分かりですよね。昨日お示ししたこの上底126円の675、下底の126円の230の狭いこのレンジなんですけども、昨日のうちに、このようにですね、ブレイクアウトしております。まあ、ですんで、買いの方で含み益を取ってる方がいるんじゃないかなと思います。現在でですね、20ピップスぐらいですから、まあ、2万円前後利益確定で、ここで離脱してもよろしいかと思いますが、まだ伸ばす方はね、これは127円とか、128円の方向に緩やかに向かうと思うんですよ。まあ、ただね、やっぱ心は20ピップスぐらいで、ちょっと一旦切っておいた方がいいかなと思います。上昇の勢いっていうのが、今でもあるんですけども、なんかね、陽線が大きくなっていくような感じはないんですよね。まあ、ですんで、まあ、ゼロラインを設けていくなり、ロスカットラインをね、まあ、調整まではしなくても、一回決済して、再度をエントリーするなりね、ちょっと半値決済とかで工夫して、まあ、利益を確定させることを優先していただきたいかなと思います。まあ、本日の放送は以上ですね。まあ、ブレイクアウト今回も成功したよってことでございます。ただね、なんか30ピップス、40ピップスを一気に取れるような、そんなブレイクアウトではなかったんで、ここは小刻みに決済した方がいいかなと思ってるところですね。じゃあ、本日は以上です。はい、こんにちは。速稼塾の久保でございます。今朝の相場解説でね、小刻みに利確しましょうっていうふうにお話ししました。で、完全に利確しちゃった人もいるかもしれませんけども、あの後ですね、127円の、まあ、260を超えたあたりからなんですけども、加速度的に急成長してきてね、現在128円になっちゃいましたね。まあ、すごいですね、これはね。130円に行くのは行くだろうと思ってたんですけども、ただこんなに急速に見えるとは思いませんでした。ちょっと甘く見てましたね。円安ってのは、やっぱり130円まで、このまま止まらないと思いますし、この移動平均線をね、見ていただいてもわかるんですけども、この角度から、この角度ですから、
垂直になってますよね、大体ね。この勢いにはやっぱり乗った方がいいかなと思いますので、ちょっと130円になるまで、倍で、このね、ポジションを外さないようにしていこうかと思いますね。で、明日ちょっと調整しますので、今日の放送は以上でございます。じゃあ皆さん、ご安全に。おはようございます。4月20日、朝4時21分の相場解説になります。いや、昨日もね、びっくりしましたよね。やっぱりね、130円に向かうだろうなと思っていたんですが、私はね、この辺で小刻みな利確を皆さんにお勧めしておきました。しかしですね、昨日、大きな陰線でヒゲが出たでしょ。今日そのこともね、解説に入れておきますけども、この陰線がですね、陰線のヒゲ、下ヒゲがですね、契機になって、ズバンと上に突き上がる。まあ、そんな予感を感じた方もいたんじゃないかなと思います。ヒゲの解説、相当しましたね、私ね。ですんで今回は、このヒゲ、このヒゲと思ってエントリーしていただきたかったかなと思います。こちらをご覧ください。まずは、日足をご覧いただくんですけども、1本が1日です。これ、直近の日足が一番伸びてますよね。つまりは、最も顕著な売り上げになっていたはずなんですよ。この移動平均線の急激な上昇っていうのは、ほぼ垂直に伸びてると言ってもいいんですけども、これはですね、やっぱり最後の1日、こちらの伸びがかなり影響してるんじゃないかなと思いますけども、まあ、ここのところね、倍で行って負けた人はいないでしょうっていう話になります。さあ、そこでですね、4時間の方に、軸を移していきたいんですが、4時間で見ると、確かにここで、下の方に向かいました。あ、そしてここで、一旦整理されてですね、新しい局面に入ったよーっていうところで、ズバーンと上昇して、この力点を抜けてですね、まず、このゾーンを抜けて、ゾーンを足踏みに足がかりにしながら上昇したところが見て取れるんではなかろうかと思います。それからというもの、またね、勢いを増して上昇していったっていうのが、ここを、まあ、数日で起きたことなんですよね。まあ、今日がですね、水曜日ですから、月火の顕著の動きっていうのは、多からず少なからず利益をもたらしてくれたんではなかろうかと思います。今週10万利益取れましたって人からね、また連絡来ましたよ。で、私の相場解説、最初は再生回数かなり多かったんですけども、現在は50人に満たない人数になってます。でも、利益を取っていく人の人数は逆に濃くなりましたね。逆に言うとね、ちょっと前まで、今年の頭まで再生数が100前後あったんですよ。この3ヶ月間で、しっかりと勉強してきた人は、さらに稼げるようになったんで、私の相場解説がね、まさにしゃぶ漬け状態になって見なきゃ気が済まないってことになってると思いますけども、逆に、昨年の基礎講座ですとかね、中級編だとかっていうのを投げ出した方が、惰性で私のを見ていても、やっぱりね、理解できずに、たくさんの利益を上げましたよっていうことが、いまいち納得できずに、俺は利益取ってないんだけどね、みたいな感じで取り残されて見るのをやめちゃってる方もいると思います。まあこういった形で振り落とされているわけなんですよね。まあですんでね、今私のこのね、相場解説をご覧になってる方、やっぱり多少なりとも勝ててると思いますし、少なくとも勝てる確信がかなり強くなってきてると思うんですよ。ですんでね、この辺でしっかりとまたね、力をつけていただいて、FX をマスターしていただきたいかなと思います。特に2022年、今年はですね、何としても FX をマスターする年にしましょう。ね。もうすごい世界が待ってますからね。じゃあ次です。最後の1時間軸なんですけども、ここで大きな下髭が出てますよね。ここを契機に大きく上がるぞっていう風に感じられたあなたはすごい。ね、そっから1円ぐらいズバッと上がりましたからね、ここで。だからね、この髭を見てエントリーしても取れるわけですよ。128円の080から、もうここ。およそ129円のところまで取れていけるわけなんですよ。だからここは取っといてくださいよって話ですからね。まあでも本当はね、水平になったところがあるんですよ、ここ。ここでブレイクアウトかますとか、ここでブレイクアウトかますとかっていう風な、やっぱレンジがいちいち引けないとダメですよ、レンジが。ね。現在ここにはレンジがありませんけどもね。でも過去にはレンジがあって、小さいこと言えば、これもレンジといえばレンジなんですよ。まあこんなところね、気にしたらキリがないんで、ここは見ないですけども。でも、レンジが引けるからブレイクアウト、レンジが引けたからブレイクアウトっていう繰り返しで取っていかないと、これトレンドはね、捕まえきれないと思いますよ。ということが、今日の相場解説ですかね。はい。じゃあ、これからも言うまでもなく、ロスカットを食らうまでずっとバイで、今週も
追撃してきますからね。で、十分勝った人はもう無理に行く必要はありません。勝ちを確保して1週間単位で勝ち越していきましょう。その週が勝ち越しならば、それを40週間積み上げれば1年間の勝ち越しが決まります。しかもかなりの勝ち越しになりますよ。毎週勝って40週ですからね。で、まだ勝てない人ってのは、これから水曜日も始まりますし、木曜日、金曜日とありますので、ロットを調整しながらね、しっかりと売り上げを取っていきましょう。本日は以上です。バイでいきましょう。